小雨がぱらついています。横浜スタジアムからお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、横浜 DeNA ベイスターズ対阪神タイガースの12回戦です。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。西さん、まもなく試合が始まるわけですが、現役時代は西さんは試合前必ずやっていた何か準備というのはあるんですか？特にはないんですけども、やはりあのピッチャーの資料をよく見るということですかね。なるほどね。やはり準備万端に越したことはないということですよね。まずはベイスターズの先発伊能が横浜スタジアムのマウンドに上がります。どう立ち向かっていくのか注目です。里崎さん、リズムに乗るためにも先頭バッターをしっかり抑えたいですよね。やっぱりこの先頭バッターをしっかり抑えることが重要になってきますからね。はい、アウトコース見送ってストライクです。さて、バッターボックスの糸井、バッターとしてはどういう特徴がありますか？パワー、技術、引っ張った、取りました、アウト、ワンアウト。バッターは2番に入っている俊介。昨日のゲームはマルチ安打を記録しています。まずはワンアウトを取っています。マウンド上のピッチャーは伊能、そしてキャッチャーは伊藤。このバッテリーをタイガース打線がどう攻略していくか。ファウルになります。今のファウルの感じだと変化球を狙っていたかもしれませんよね。引っ張った、サードが取る、一塁送球します。ツーアウトになりました。バッターボックス大山、昨日のゲームでマルチアンダーを記録しています。いいところで打ってましたよね。はい、さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。ツーアウトランナーありません。この回の伊能、4球でツーアウトにしています。そうですね、省エネでね、ピッチングできてますからね。打ちました、取った、一塁へ送ります。一塁アウトで3アウトチェンジです。この回タイガース三者凡退です。守ります。里崎さん、初回の攻撃、特に大事な点はどのあたりでしょうか？勝っていくためには1番バッターの出塁っていうのはね、やっぱり欠かせないですよね。そうですよね。大山、ショート、北条、タイガースマウンドに上がるのは先発の秋山。どんなピッチングをしてくれるんでしょうか。バッターは桑原、相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。最初は変化球できました、ストライクです。アウトコース見送ってストライク、あっという間にツーストライクです。さあ外してくるのか。打ちました、セカンドが取る、アウト、ワンアウトです。さあバッターは外、この打席でホームランを放てば今シーズン10本2桁へ乗せることになります。高め打ちました、これはどうか、セカンド取る、アウト、いいプレーが出ました。ファインプレー、ここはファインプレーに阻まれてしまいました。里崎さん、今のプレーいかがですか？これはいい判断でしたね。バッターは3番筒香、昨日のゲームでは猛打賞を記録しています。当たってましたよね、バットが触れてましたからね。
さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。ツーアウトランナーありません。この回のベイスターズ打線ですが4球でツーアウトになっています。まあ簡単に打ってしまいましたね。はい、そうですよね。あそこは手が出ないでしょうね。アウトローの変化球、キレがあります。ノーボールツーストライクです。高め外れました。打ちました。この当たりはどうか。ワンバウンドヒットになりました。これで10試合連続安打。ツーアウトランナー一塁、打席には4番バッター宮崎。ヒットでランナーを一塁に置いています。今日の先発ピッチャーは秋山。ここまで7勝をマークしています。防御率も現在リーグトップです。里崎さん、それにしてもよく抑えてますよね。まあ防御率がね、物語ってますよね。ここまではいい内容だと思いますね。非常に好調な様子がうかがえます。2球目は何で来るか。空振りになります。ノーボールツーストライク。打ちました。弾き返した打球はライトへ。糸井が掴んで3アウトです。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。2回になります。タイガースの攻撃、打順は4番福留。昨日は猛打賞を記録しています。いやー固め打ちでしたよね。はい、さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。さて今日は天候を気にしながらの投げ合いということになるかもしれません。ベイスターズの先発は伊能。ここまで5試合に登板して2勝1敗という成績。前回の登板は5イニング投げて自責点に白星を挙げています。落ちる球、ボール先行です。まあストライクを取るべきカウントですけど甘くならないようにしたいですよね。なるほど。さあ何を選択してくるか。変化球ボールになります。高めに決まりました。3ボール2ストライク。見逃して三振になります。まず一つアウトを取りました。バッターボックス北条。伊能、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。ちょっとすっぽ抜けた感じです。キレがありますね。はい、変化球空振りでストライク。あっという間にツーストライクです。
これが3球目。インサイド変化球外れます。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。引っ張った、サード弾く、ボールを拾って、これはサードのエラーです。記録はエラーということになりました。まあ本当ね、しっかりやってもらいたいですよね。さあ初球は何か、インサイド見送っています。ここはゴロを打たせてゲッツーを取りたいですね。なるほど、さあそういった配球で攻めてくるのか。非常にブレーキが効いたボールです。打ちました、これはどうか、このフライはどうだ、落ちるか、ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。ベイスターズピンチになりました。ランナー三塁一塁となりました。さあそして打席には板山が入っています。さあ先制のランナーを得点圏に背負います。まあ先制がかかってますし、ここはしっかりアウトを取りたいですよね。なるほど、そうですね。まずはボールから入りました。ここは三振を取りたいですよね。なるほど、さあどういうリードをしてくるのか。さあ3球目は何か、打ちました、これはどうだ、センターへ抜ける、サードランナーホームイン、二塁はセーフ。タイガース1点を先制しました。センター前のタイムリーヒット1対0、ベイスターズなおも二塁一塁のピンチです。ここは抑えておきたかったんですが、タイムリーを打たれてしまいました。まあもう少し慎重に行きたかったですね。この一打で先制点を奪われました。バッターボックスは8番梅野。ベイスターズこの回1点を失っています。さあ先制点を奪われて、なおも得点圏にランナーを背負います。相手打線が勢いづいてきてるんで、これ以上乗せないように食い止めないといけませんね。そうですね、ここで切っておきたいところ。バッターの梅野、今シーズン得点圏での打率は2割1分2厘となっています。次のボールは甘くなったら手を出してくるでしょうね。なるほど、さあキャッチャーどこに構えるか。打ちました、痛烈、センターに抜ける、これで3連打、ワンアウト満塁です。さあ打席には先発の秋山が入ります。まあここで追加点が入れば自分が楽になるわけですから、このチャンスは生かしたいですね。そうですね。さあ満塁の場面を迎えています。まずは変化球、三振を取りたい場面ですよね。ここはそうですね。次が3球目、しっかり捉えた、抜けていく、
サードランナーがホームに帰ってきました。タイガース追加点、2対0になりました。ベイスターズなおも満塁のピンチ。ここはピッチャーにタイムリーが出て追加点を奪われています。まあこういう点の取られ方は非常に良くないですよね。この序盤戦さらにリードを奪われます。ここで離されたくないですからね。さあこの場面で打席には1番の糸井が入っています。ここは三振を取りたいですよね。なるほど。さあどういうリードをしてくるのか。インサイド打った、ショートの左、際どいタイミング、一塁アウト。タイガース追加点を挙げました。3対0ベイスターズ。さらに三塁二塁のピンチが続きます。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。この序盤戦さらにリードを奪われます。さあそしてバッターボックスには俊介が入ります。さあ2アウトにはなりましたが、得点圏にはランナーが残っています。抜けたような感じになりました。大きく外れます。アウトコースはこれは外れた。3球目は何で来るか。インコース低め、ストライク。引っ張った、取った、一塁へ。一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガース鮮やかな攻撃で先に点を取りました。3対0タイガース先制です。ゲームはこれから2回の裏に入ります。追いかけるベイスターズの攻撃、バッターは5番梶谷。昨日のゲームはマルチ安打を記録しています。ベイスターズビハインドで迎える2回の攻撃です。西さん、まずは塁上を埋めていきたいですね。まあ早い回で追いつければね、この後の展開も変わってきますからね。初球打ち、さあどうだ、この打球は落ちるか、どうだ。バッターボックスは6番タイガ。秋山、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ストライク、入れてきました。ノーボール2ストライクです。目に外れてボール。打ちました。北条、一塁送球、アウト、ツーアウト。バッターは7番に入っている伊藤。ツーアウトランナーありません。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。改めてお聞きします、バッターの伊藤、どういうバッターなんでしょうか。まあ、バントがうまい職人タイプのバッターですね。なるほど、そうですか。インサイド落ちました、ファウルになります。キレのあるいいボールでしたね。はい、変化球空振りでストライク。
ワンボールツーストライクです。打ちました。弾き返した打球は右中間へ。糸井が抑えてスリーアウトチェンジです。反撃したいベイスターズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2回の裏、3対0タイガースがリードしています。里崎さん、序盤での3点差、このあたりどのようにご覧になりますか？まあこれ以上点取られると正直きついですよね。ここでどこまで踏ん張れるかですね。はい、ピッチャー踏ん張れるか我慢のしどころです。低めはこれは入っていました。148キロ。これが3球目。インコース決まりました。ワンボールツーストライクです。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。打順は4番福留。先ほどの打席、最後は見逃し三振に倒れています。さっきは最後うまく裏をかいた感じでしたよね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここはゲッツーを取りたい場面ですよね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。さあ3球目は何か。高め打ちました。この当たりはどうか。ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。ベイスターズピンチになりました。ノーアウトランナー三塁二塁です。さあそして打席には北条が入っています。さあ得点圏にランナーを背負った場面です。まだ序盤ですが、あまり離されると厳しくなりますから、ここはしっかり抑えたいですね。なるほど、そうですよね。バッターボックスの北条、今シーズンの得点圏打率は2割2分5厘となっています。ストライクゾーンをいっぱいに攻めてきます。ワンボールツーストライクです。落ちる球を見極めました。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。ハイガが抑えています。ワンアウト。今のはキャッチャーの要求が良かったですね。まあ点差を広げられないように無失点でこの回を追いたいですね。そうですね。さあこの場面でバッターボックスには6番のマルテが入っています。三振を取りたい場面ですよね、ここは。そうですね。次は一球厳しいところにストレートを投げて、その後スプリットで勝負でいいでしょうね。なるほど。さあどう来るか。いい高さの落ちる球でしたけど、振ってきませんでしたね。ここは厳しめのストレートで勝負して三振取りたいですよね。なるほど。このピンチ見事三振を奪いました。
これで犠牲フライがなくなってだいぶ楽になりましたね。はい、三振で2アウトとなっています。まずは変化球から入りました。外の低め見極めます。外際どい球ボールになります。次が4球目。いやー、ゾーンの隅っこですよね。いいコントロールしてますよね。アウトローの変化球キレがあります。さあバッター追い込まれています。5球目は何で来るか。打ちました。これはセカンドライナー。ランナー出ましたがタイガース得点には至りませんでした。3対0タイガースがリードしています。西さん、早い段階で先制を許しているわけですが、序盤3回です。まだ選手たちに焦りというのはないんでしょうか。どうですか。いやいや、まだね、あの序盤ですから、選手たちはね、今後のゲーム展開、ここに集中してほしいですね。ありがとうございます。初球ストライク。これが2球目。インコース詰まりました。北条抑えてワンアウト。ピッチャーに打順が回って先発の伊能が打席に入ります。当たればいいところに飛ぶこともあるんでね、バットを出していってほしいですね。そうですね。初球は何で来るか。初球はストレートから入りました。低いところへ決めてきました。ノーボールツーストライク。外れました。打ちました。板山ツーアウトになりました。打順は1番に帰ります。バッター桑原、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。2アウトランナーありません。初球コーナーをついてきました。落としました。外れます。インコース変化球決まりません。引っ張った。これはどうか。三遊間抜ける。ランナー出ました。 DeNA ベイスターズです。ツーアウトランナー一塁。バッターは2番ソト。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。
ヒットでランナーを一塁に置いています。まあ、キャッチャー送球がうまいですからランナーは気をつけないといけませんね。ああそうですね。さてこの外どういったタイプのバッターでしょうか。いやいいバッターですよ。難しいボールでも長打にできる頼もしいバッターですね。そうですか。4球目は何で来るか。次の投球でランナーが走ってくるかバッテリーも警戒します。インコース決めてきた。3ボール2ストライクです。レフトの前、あっという間にレフトへ。これで7試合連続安打。ツーアウト二塁一塁。打順は3番筒香。さあしっかりとつないでチャンスの場面を迎えています。いい形でつなげましたね。さあベイスターズその得点差を詰めていこうかというところ、ファウルになります。バッターの筒香、今シーズン得点圏での打率は3割7分2厘となっています。やはりクリーンアップ頼りになりますね。ここも期待できるんじゃないでしょうか。ああそうですか。次が3球目、大きく外れました。これが4球目、これもファウル。またファウル。二塁牽制、二塁セーフ。打ちました。弾き返した打球はセンターへ。俊介が抑えて3アウトチェンジです。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。3回終わって3対0タイガースがリードしています。回は4回の表に入っています。タイガースの攻撃、バッターボックス梅野。前の打席はしっかり捉えてましたからね。まあタイミングが合ってるようなんでここは注意が必要ですよね。そうですね。ベイスターズビハインドで迎える4回です。さあ里崎さん、これ以上離されると厳しいですからしっかり抑えていきたいですよね。まあこれ以上の失点はね、チームも自分も苦しくなりますよね。粘りの投球ができるんでしょうか。3球目は何で来るか。低めは外れました。痛烈、セカンドうまくさばいてアウト、ワンアウト。次はピッチャーの打順ですが、先発の秋山がバッターボックスに入ります。さっきはいいところで打たれてしまったんでね、ここはピシャリと行かないといけませんね。そうですね。さあ2球目は何か。2球目打ちました。ここは打ち上げています。掴んで2アウトです。打順はトップに帰って糸井、先ほどの打席で打点を挙げています。2アウトになっています。引っ張った、取って3アウトです。この回タイガース3人で攻撃を終えています。3対0タイガースがリードしています。
DeNA ベイスターズ4回裏の攻撃になります。宮崎がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はライトフライに倒れています。ベイスターズビハインドで迎える4回の攻撃です。打ちました。ショート取った。一塁送球アウト。ワンアウトです。バッターボックスには5番梶谷。先ほどの打席はライトフライに倒れています。まずはワンアウトを取っています。アウトコース、ストレートが決まっています。ファウルになります。これが3球目。外の球外れています。落ちるボールはこれは外れています。引っ張った。ファーストが取る。一塁そのまま入ってアウト。バッターボックスタイガ。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。初球ボール。低め、これは決まった。さあ3球目は何か。ファウルになります。アウトコース見送っています。見逃し三振。スリーアウト、チェンジ。反撃したいベイスターズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。4回終わって3-0、タイガースがリードしています。里崎さん、ここは我慢のピッチングが続いていますが、粘ってほしいですよね。まあそうですね。ただベンチではそろそろ交代っていう考えもあるんじゃないですかね。まあ、そうかもしれませんね。継投策もキーになってきそうです。力のあるストレートですよね。はい、外のストレートがストライク。高めのボール、ワンバウンドヒットになりました。これで4試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。打席には3番バッター大山。さっきはいい当たりのヒットを打たれてますからね、ええ、ここはタイミングをずらすような工夫をしたいですよね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここはゴロを打たせたいですよね。なるほど。痛烈、切りました。ファールボールです。ワンボールワンストライクです。引っ張った。これはどうか。よく取った。二塁へ送球、アウト。ファインプレー。一塁はセーフ。ゲッツーは取れません。バッターボックスは4番福留。先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。ゲッツー崩れでランナー残りました。
次が2球目、ボールを操ってきます。次が3球目、ストライクになります。ワンボールツーストライクと追い込みました。さあ勝負してくるのか。内へズバッと投げ込んできました。打ちました。セカンドの左抜ける。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。これで2試合連続のマルチヒット。ワンアウトランナー三塁一塁。まずは見送ります。ワンボール。低めの変化球見送りましたがストライクです。打ちました。痛烈、ショートの横抜けた。サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット。4対0ベイスターズ、なおも2塁1塁のピンチです。抑えたかったんですがタイムリーが出て追加点を奪われています。まあ踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。点が入りました。リードを広げられています。バッターは6番マルテ。ベイスターズこの回1点を失っています。さあ4点を離され、なおも得点圏にランナーを背負った場面。相手打線が勢いづいてきてるんで、これ以上乗せないように食い止めないといけませんね。そうですね、ここで切っておきたいところ。バッターボックスのマルテ、今シーズンの得点圏打率は2割2分7厘となっています。3球目は何で来るか。このストレートは外れています。さあ4球目は何か。見逃しで三振を奪います。まあ今の組み立ては狙い通りでしょうね。まあここで離されると厳しくなるんでね、ここでしっかり止めておきたいですね。うん、そうですよね。さあこの場面で打席には7番の板山が入っています。2球目は何で来るか。あー、いいボールでしたけどね。はい、ストレートわずかに外れてボール。これが3球目。これは落としてきました。ワンボールツーストライクです。アウトコース、これは見送ってボールです。打った、ライトの前落ちる、バックホームする。これでマルチヒット、ツーアウト満塁です。うん、ここでの失点は避けたいですね。さあこの場面でバッターボックスには8番の梅野が入っています。このカウントは厳しめにいきたいですよね。なるほど、そうですか。改めてお聞きします。バッターボックス、外の球打った、ボテボテのサードゴロ、取った、一塁アウト、これでスリーアウト。しかしこの回タイガース1点を追加しています。4対0、タイガースのリード広がっています。
西さん、この辺りでそろそろ反撃に出ていきたいところなんですが、いかがですかね。本当ですね、あの弱気になっちゃダメですよ、これからですよ。ベンチの動きにも注目です。初球ストライク。アウトロー外れます。高めのボール、このフライは切れそうだ。切れました、ファールボール。インサイド落ちました。これはどうか、レフトが取りました。打席には1番バッター中井。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。秋山、まずは先頭バッターを打ち取っています。アウトコース、空振りです。これが2球目。ピッチャーライダーです。バッターボックスには代打のロペス。ツーアウトになっています。打ちました。ボテボテ、ファーストが前に出る。ファウルになります。まあ、ここは際どいコースも含めて狙っていく感じになりますね。なるほど、そうですか。打ちました。打球はセンターへ。ここはフライになっています。最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。反撃したいベイスターズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。5回終わって4-0、タイガースがリードしています。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。2回の攻撃、先制のピンチ、7番バッター板山、センターへ運ぶタイムリー。ベイスターズ先制点を奪われます。さらに続きます。グイが埋まってバッターボックスにはピッチャー秋山、ライトへのタイムリーヒット。ベイスターズ1点を追加されます。続く攻撃、ワンアウト満塁の場面、1番糸井、打ち取られましたがベイスターズ1点を追加されます。3回の裏、チャンスの場面、しかし打ち上げてしまいました。点差を縮めることができません。5回の表、ワンアウト1、3塁のピンチ、迎えるは5番北条。甘い球をきっちり弾き返しました。ベイスターズ1点を追加されます。これから6回、タイガースの攻撃です。そしてベイスターズはピッチャーが変わります。エスコバーがマウンドに上がります。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。先発の秋山がバッターボックスです。今日は1本打たれてるんで、もう打たせるわけにはいきませんよね。そうですね。初球空振りです。スピードボールを持っています。大きく外れました。高め大きく外れました。高めのボール打ちました。
センターへ打球伸びる。桑原抑えてワンアウト。打順は1番に帰ります。バッター糸井、今日はまだ当たりがありません。ワンアウトランナーなし。ここはボール球を振らせたいですよね。はい、高めのボール、この打球はフライになっています。レフト掴んで2アウト。打席には2番バッター俊介。前の打席はしっかり捉えてましたからね。ええ、まあタイミングが合ってるようなんで、ここは注意が必要ですよね。そうですね。2アウトになっています。低め、落ちるボール決まりました。あっという間に2ストライクです。打ちました、ピッチャーゴロ。一塁アウトで3アウトチェンジです。この回タイガース三者凡退です。4対0、タイガースがリードしています。配球表をご覧いただいています。今日はストレートの割合が多くなっています。6回の裏、 DeNA ベイスターズ打順よく1番から始まります。バッターは桑原、先ほどの打席でヒットを放っています。ベイスターズビハインドで迎える6回の攻撃です。ファウルになります。内への変化球は決まりません。さあ3球目は何か。高め打ちました、ヒットになった。打ったバッターは1塁蹴って2塁に向かう。バッターランナーは2塁まで進みました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。レフトに外。やはりピンチですから、初球も慎重になりますよね。ああ、やはりそうですか。バッターの外、今シーズン得点圏での打率は4割7分8厘となっています。クリーンナップ打ってもおかしくない、すごい数字ですね。ここもやってくれると思いますよ。はい、期待しましょう。落ちる球で誘ってきたんですが、バッター動きません。打ちました、これ一二塁間を破る。ホームに送球する。これでマルチヒット、ノーアウトランナー三塁一塁。バッターボックスには3番筒香、連打でチャンスを広げた場面となっています。打ちました、流しました、これはどうか、ワンバウンドヒットになりました。アウト、際どいタイミングでしたが二塁フォースアウト。1点返しました DeNA ベイスターズ。アウトの間に得点、4対1、ベイスターズ3点差になりました。いきなり牽制、一塁はセーフ。初球は外。今の低めに決められると厄介ですね。まあ、ただ外ばかり意識がいってると内側で差し込まれてしまいますね。そうですね。さあ何を狙っていくか。まあ、向こうは併殺を狙ってると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど、そうですね。まあ、ここは際どいところも打っていかないといけませんね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。打ちました、取った、セカンド送球、二塁アウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。なんとか得点まで行きたかったんですが、最後はダブルプレーに仕留められました。もうちょっと慎重に行ってもらいたいですよね。
かしこの回ベイスターズ点差を縮めていきます。6回終わって4対1、ベイスターズが追い上げを見せています。里崎さん、リードを許して終盤に差し掛かってきたわけですが、残り3回もう1点もやれない状況ですよね。そうですね、ここからの1点は非常に重たいものになりますから、しっかり抑えてもらいたいですね。本当にそうですよね、1点の重みが序盤とは違います。さあ2球目は何か、高め際どいコース決まっています。このクロスファイヤーは効果的ですよね。インコースストレート、際どいところに決めました。ワンボールツーストライク。さあ勝負してくるのか、見逃して三振です。ワンアウトです。バッターボックスには4番福留。さっきはいい当たりのヒットを打たれてますからね、ええ、ここはタイミングをずらすような工夫をしたいですよね。そうですね。エスコバー、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。5番バッター北条、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね。はい、ツーアウトランナーありません。まあここはボールになることを恐れずに厳しいところに投げたいですよね。なるほど、さあどう来るか。次が3球目、高めに持ってきました。ワンボールツーストライクです。見逃し三振、スリーアウトチェンジ。この回タイガース3人で攻撃を終えています。4対1、タイガースがリードしています。さあそしてここからはラッキーセブン、ベイスターズの攻撃に入ります。西さん、残りの回を考えるとこの辺りで点を取っておきたいところですよね。いやもちろんですね、もう1点でも早く返したいところだと思いますよ。そうですね、奮起に期待したいですよね。初球打ち、スタンド一直線、センターに入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。2点差に詰め寄る一発となりました。初球でした。ぎっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ。ベイスターズが追い上げます。4対2になりました。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、ご覧いただいています、ナイスバッティングでした。ここで得点が入りました。バッターボックスには代打の神里、ベイスターズホームランで得点を挙げています。初球打ち、このフライはどうだ、落ちるか、取ってワンアウトです。打順は7番伊藤、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席はいい当たりの外野フライでしたよね、タイミング合ってるんで今度はやってくれるんじゃないでしょうか。期待しましょう。ワンアウトになっています。今のはよく見ましたよね。はい、変化球わずかに外れてボール。
のあるストレートですよね。はい、ストレートが決まっています。ワンボールツーストライク。振っていきましたが三振、ツーアウトになりました。バッターボックスには代打の伊藤。ツーアウトランナーありません。改めてお聞きしますが、バッターの伊藤、どういうバッティングスタイルなのでしょうか。まあ、そうですね、状況によって変わりますが、もともとはフルスイングが身上の強打のバッターですね。あ、なるほど。これは決まった。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。打ちました。セカンドが取る。一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回ベイスターズ点差を縮めていきます。7回終わって4対2、ベイスターズが追い上げています。これから8回タイガースの攻撃です。一方ベイスターズはピッチャーが変わります。葛西がマウンド上に上がっています。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。さあマウンドを任されたのは葛西、今シーズン15試合目の登板です。打ちました。セカンド取る。アウト、ワンアウト。バッターボックスには代打の近本。サニーさん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。まあもう少しリードできるといいですけどね。そうですね、この起用に応えたい。最初はストレートから来ました。次が2球目、空振りになります。ノーボールツーストライクです。ファウルになります。今のファウルはストレートに振り遅れてる感じでしたね。打った、高く上がった。ライトが追いかけますが頭を越えました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。ワンアウトランナー二塁となりました。得点圏にランナーを置いています。さあベイスターズ、得点圏にランナーを背負った場面です。まあこの後逆転するためにもここでの失点は禁物ですよね。うん、そうですよね。さあそのマウンド上の葛西、このピンチをどう切り抜けてくるのか。2球目は何で来るか。外のボール打った、いいところに上がっている。レフトフライ掴んでアウト。ツーアウトランナー二塁となり、バッターボックスには代打の高山。西さん、ここは一気に行きたい場面ですね。まだこの点差では安心できませんし、ここで入れたいですよね。そうですね。さあまずはランナーを返すことに集中したいところ。初球はストレート決まっています。
誘ったんですけど見極められましたね。はい、高めストレート外れてボール。3球目は何で来るか。高めに大きく外れています。外角高めへのストライク。さあ追い込みました。外、これは際どいが外れている。これでフルカウント。ここは投げ勝ちました。得点を与えませんでした。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。4対2タイガースがリードしています。タイガース8回の裏ベイスターズの攻撃です。一方タイガースはピッチャーが変わります。桑原が2番手としてマウンドに上がります。さあマウンドに上がったのは桑原。今シーズン17試合目の登板です。連日の登板となりました。サニさん、この相手をどう打ち崩していくかですよね。まあしっかり攻略したいですよ。このイニング反撃の口火を切ることができるんでしょうか。いいところへ決まります。インコース決まった。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。アウトロー見送ってボール。さあ仕留められるか。打ちました。北条アウト。ワンアウトです。打順はトップに帰って桑原。前の打席はツーベースでしたからね。はい、今日はバットが振れてるようなんでここも思い切って狙っていってほしいですね。そうですね。ワンアウトランナーありません。引っ張った。サード取った。アウト。ツーアウト。2番バッター外。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。インサイド変化球決まっています。得意のボールでストライクを取りました。これが2球目。インコース打ちました。いい当たり。破りました。センター前。これで3安打猛打賞。ツーアウトランナー1塁。3番バッター筒香。先ほどの打席で打点を挙げています。打ちました。サード取った。一塁送球します。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。8回終わって4対2タイガースがリードしています。里崎さん、ズバリ流れを引き寄せるピッチングとは一体どのようなもんなんでしょうか。まあ三者凡退で攻撃にリズムを作りたいですよね。そうですね。やはり3人で攻撃を終わらせるというのはリズム出そうですね。ストライクになります。ここはバッターが狙いを絞ってくるでしょうね。なるほど。さあ何を選択してくるか。次が4球目。インサイド落ちました。さあどうだ。
ットになった。一塁決定、二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これで5試合連続安打。ノーアウトランナー二塁です。さあ、そしてバッターボックスには俊介が入ります。さあ、ランナーを得点圏に背負っています。これ以上点はやれませんから、なんとか踏ん張ってしのいでほしいですね。なるほど、そうですね。送りバントだ。左方向へ転がした。ピッチャー取った。内野安打。これで3試合連続のマルチヒット。さあ、そして打席には大山が入っています。さあ、なおもピンチの場面。これ以上離されると厳しいですから、なんとか切り抜けてほしいですね。なるほど、そうですよね。いい当たり、切れました。ファウル。フェアならば貴重な追加点というところでした。ジャストミート、破った。ファーストランナー、セカンドがマスを蹴った。バッターランナーは二塁到達。タイガース追加点、5対2。ベイスターズなおも三塁二塁のピンチ。抑えたかったんですが、ここでタイムリーを打たれてしまいました。点差が広がります。まあ、踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。最終回、なんとも痛い失点となります。さあ、そしてバッターボックスには福留が入ります。さあ、ピンチは続いています。まずはボールから入りました。バッターボックスの福留、今シーズンの得点圏打率は2割6分9厘となっています。取ってアウト。ワンアウトランナー三塁二塁です。バッターボックスは5番北条。ベイスターズ、この回1点を失っています。さあ、3点を離され、なおも得点圏にランナーを背負います。さあ、2球目は何か。決まった、高め。すぐに追い込みました。膝元へ曲げてきましたが外れます。ストレート打った。破っていく、センター前。三塁へ送球。サードランナーホームイン。タイガース追加点を挙げました。6対2になりました。ベイスターズなおも三塁一塁のピンチ。抑えたかったんですが、ここでタイムリーを打たれてしまいました。点差が広がります。そうですよね、ボール自体はね、決して悪いものじゃなかったですからね。最終回、非常に苦しい展開となってしまいました。さあ、そして打席にはマルテが入っています。さあ、なおもピンチが続きます。ファウルです。バットを出しません。ストライクを先行させていきます。追い込みました。ストレート打った。ショート取った。二塁送球。二塁フォースアウト。アウト。ダブルプレーでスリーアウト。しかし、この回タイガース2点を追加しています。6対2タイガースのリード広がっています。西さん、なかなか厳しい点差となってるわけですが、どういった攻撃が必要ですか？まあ、今日は厳しいですけどもね、まあ、とにかくね、バッター雑にならずにね、自分のバッティング心がけてほしいですよ。そうですね。インサイド落ちました。この当たりはどうか。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。宮崎、これが今日の初ヒット。ノーアウトランナー二塁です。まず何を投げてくるか。いいコースですが外れています。
アウトコースストライク。インコース高めのストライク。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。見逃し三振、ランナーは動けません。ワンアウトランナー二塁と変わります。バットには当てたかったんですけどね、まあ、まだチャンスは続いていますんで、しっかり点に結びつけていきたいですね。そうですね。さあそしてこのチャンスで打席には6番の柴田が入っています。いいコースですが外れています。ここはバントを警戒する守備体制ですね。はい、そうですね。きっちりと見極めてボールです。インサイド打った、セカンドの右掴んだ、一塁送球、一塁アウト。しかしこれは進塁打になりました。まあなんとか進塁打になりましたね。まあいい場面でいいバッターですから非常に期待が持てると思います。うちのボール打っていった、最後は内野フライ掴んでアウト。これで3アウト、試合終了です。残念ながら DeNA ベイスターズ敗れてしまいました。西さん、両チームよく打ちましたが最後は力勝負に敗れてしまいました。いかがですか。打線がねよく頑張ったんですけれどもね、まあ惜しかったですね。そうですね、明日に期待しましょう。勝ったタイガース、大きな今日は勝利になりました。一方の DeNA ベイスターズですが痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームは DeNA ベイスターズ敗れてしまいました。今日の解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで横浜スタジアムから失礼いたします。